時刻は18時53分。もう YMAX の、まあ、規制が入ってるんだけど、今スピードテストかけてます。まあ1メガぐらいだね。だいたい上り下り1メガぐらいまで速度が落ちるね。でちょっと質問があったんだよ。YMAX の規制が入ってる時に、まあ、HD 画質の YouTube 動画再生できるんですかって。で、ちょっと試しにやってみようかなと。まあ、大体、ね、こんな感じで規制されてるんだけど。どうしよう、これで。Listen intently to the stories of others. ちなみに今、スムーズに再生できてるけども、240p だね。 240p だとスムーズに再生できますと。まあでも画像が本当に結構荒いけどね。じゃあこれをどうなんだろう、 360p にしたらどうなんだろう。止まったね。どうだろう、結構余裕あるんじゃないの。ほらこのバッファーがこれだけ余裕があるなら、まあ普通に見れる。 360p は大丈夫と。じゃあ、480p はどうでしょうと。問題なさそうだね。こんな感じで。もうバッファギリギリだな。なんとかかろうじて再生できてる感じだね、これを見ると。じゃあ、480p から、720p どうでしょう。HD 画質。厳しいかなー。あー、やっぱちょっと止まるねー。読み込みが追いついてない感じだな、これ。まあ480p かな、ギリ再生できるのは。まあ余裕持って再生したいなら240か 360p だね。やっぱりおとなしくね、規制がかかったらさ、ノーリミットモードに切り替えてやった方がいいね。ノーリミットモードだったらちなみにどうなんだろうな。ノーリミットモードだったらどれぐらいまで再生できるんだろうか。ちょっと試しに。ちょっと音うるさいから切ります。あ、ちょっと待ってね。一回これをスピードテストしてみよう。スピードテスト。今ちなみにね、ノーリミットモードに切り替えました。はい、やっぱり早いね。 4.8 メガぐらい。ちなみにアンテナは多分2本ぐらいだと思う。窓際に置いて、2本、1本2本、
ほんと電波ないよね。1本かアンテナ、いや2本かさまよっとるな。昔はね、ここもあのノーリミットモードでアンテナ4本ぐらいは立ったんだけどね、ほんの3年ぐらい前は。でもやっぱりね、基地局減少でアンテナの数も減ってしまった。まあこんな感じです。でこれでどうなのかと。ちょっと 720p 再生してみようか。今ねこれ 720p やってるよ。余裕じゃん。ほら見て見て、これでもバッファの読み込みもほらこんだけ余裕があるよ。 720p 楽勝。じゃあ 1080p どうだろうか。 1080p もギリ読み込んでるって感じかな。まあでも止まることなく再生できるね。じゃあさらに1440 これはどうだろうか。さすがに無理じゃん。さすがに無理でしょう。1440、あー止まるね。ダメだな。まあノーリミットモードだったらだいたい 1080p まで再生できるということだね。優秀だね、ノーリミットモード。まあうまく切り替えながらね使っていくのがいいね。日中は YMAX2+ ハイスピードモードで、で規制がかかったらまあ初代 YMAX のノーリミットモードにすればまあそこそこ快適に使えるんじゃないかなと思います。じゃあまあ今日はちょっと YMAX の規制後の、テスト、まあ動画テストをしてみました。